ブリアナ・ローリンズはアメリカ合衆国の陸上競技選手。100メートルハードルを専門とする。2013年現在、アメリカ記録である12秒26を保持し、世界歴代3位に並んでいる。2013年の全米陸上競技選手権大会でゲール・ディバースが2000年に樹立した大会記録を更新。 同年の世界陸上競技選手権大会では12秒44で金メダルを獲得した。メダルを獲得したのは8月17日で、ローリンズの22歳の誕生日の前日であった。クレムゾン大学代表として過去3度 NCWA で優勝している。2013年の NCWA 選手権で12秒39の大会記録を叩き出した後に、プロへ転向した。 フロリダ州マイアミ出身で6人の弟がいる。このため家庭の経済事情には恵まれていなかったがニューヨークタイムズの取材に対しローリンズは弟たちは元気で時に迷惑をかけられるが死ぬほど愛していると答えている。マイアミのオスウェスタン高等学校卒業後クレムゾン大学へ進学。 カルメン・ジャクソン監督を訪ねて、陸上競技を始めたのは9歳の時で、当時の痩せこけたローリンズの姿を見たジャクソンは、選手としての素質を疑ったが、練習での取り組みを見て驚愕し、才能を確信した。ただ、選手として最初から成功していたわけではなく、学業との両立や恋人への執着、大学ではホームシックにかかり、 陶器の寒さもあって実家に帰ってしまうこともあった。ありがとうございます。